一言で言いますけど、狭い意味の教義の禅は悟ることを目的とするという狭い禅ですわね。それに対して道元禅師は禅という言葉も嫌われるほどに、ご自分のことを仏法坊と呼ばれたように、お釈迦様の教えをまっすぐに受けていこうと。道元様の修行観は24時間体制、たった一度の命をどう生きるかという、どの一瞬もかけがえのない私の命の歩みなんですからね。時とことを限らない、台所のお当番になった時の心得が天蔵教訓ですし、食べる方に回った時の心得が不食半歩、食飯に赴く不食半歩ですし、それから顔の洗い方、お手洗いでの用の足し方、どの一瞬もかけがえのない我が命の歩みとして、一つ一つをやりたいようにではなくて、あるべきように努めていきなされと、これが道元様の修行観であり、だからの天蔵教訓なんでしょうね。